つって嬉しい。つけれましたか？切れた？誰の方にいた？風とミトさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。今日7月か。4月1日。そう、なんか息づいちゃった。口風とみとさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。衣装可愛かったよね、めっちゃ可愛かった。モノトーンみたいな感じで、ネクタイで可愛かった。メール送りそびれちゃってた、ごめんなさい。行ってきて、夜ご飯食べて眠すぎて寝ようって思ってアラームかけて寝たの、ちゃんと全く聞こえなかった。すいません。あの衣装はゆいゆいのですね、今日の着てたやつ。スカートはみんな一緒なんだけど、あの上の制服みたいな感じの衣装。私はゆいゆいの分かりした。
今乾燥する。コメント出たよ。なんかね、4種類ぐらいあって、めっちゃあって種類が。私ドライカレーみたいなのにした。なんか魚とかポークジンジャー、最強焼きとかポークジンジャーとか、あの牛しぐれみたいな、じゃない、なんかそんな感じのやつがあって、お肉美味しそうだったけど、牛しぐれみたいなやつ。山椒って書いてあったからやめた。カジキのたたき揚げ選ばなかった。そんなのないよ。そんなのないよ。デザートない、お弁当だけ。いっぱい種類あった。投げ投げチューブ、あ、そう、あとサイリンのやつね、あの何ちゃんのチャンネルとサイリンのチャンネル両方で公開されてる。どこなんて出てる、あのバーベキューのやつ。あの去年撮影したやつ、ぜひ見てください皆さん。実は去年ね行ったんですよね、バーベキュー。懐かしい。懐かしい、去年。なんかさ、あんなさ、ちょっとおしゃれなバーベキュー行ったの初めてだった。ああいうバーベキューの会場みたいなところ、バーベキューなんか、ね、バーベキュー自体そんなしたことないけど、バーベキュー、めっちゃ前に一回したことあるぐらい。お家で家で焼肉とかはあるけど、外でやんないから。バーベキューしないんだよね。だからなんかああいうさ、バーベキューのなんかできる施設みたいなとこ行ったの初めてだったし、すごかった。初めて行ったとこ。おしゃれな。だから。キャンプしたことないね。ないもん、持っていくの。バーベキューめっちゃ前にしたことある。
あんまないね。2回ぐらいその YouTube のやつ入れて今日の2回ぐらいだ。これ作った何がバーベキューで、バーベキューで、え、どういうこと、カレー、キャンプしたことない私。なんか学校のやつぐらいしかない。キャンプじゃないよね。学校のってちょっと違う。ロッジに泊まる。その時はカレー作った。学校のやつ。バーベキューで焼きそば作っていいんじゃない別に。何作ってもいいでしょ。いいね、焼きそばいいね。なんか鉄板で作る焼きそば。ホットプレートとかいいよね。美味しい。キャンプファイヤーしたかな。学校のやつでしょ。あんま覚えてないんだな。した気もする。多分最近マシュマロ、あー確かにマシュマロ焼いて食べたことないかも。あったかな、ない気がする。美味しそうだよねあれ。いいな、それいいな。マシュマロ食べたい。全然家とかでもできるよね。なんかコンロで焼けばいい。肝試ししたことないね。で学校のやつしかないよ。キャンプは学校しなくない。肝試しする。マシュマロ、あ、そう、焼きマシュマロ。やったことないんだよな。マシュマロそんな食べない。マシュマロ家にあること少ないから、あんまりやったことない。焼きマシュマロ。グランピング似合う？似合う？グランピングいいよ。キャンプとかよりグランピングの方がいいかも。普通のキャンプより。だってグランピングの方が快適じゃない？うん。テント立てたりとかじゃないじゃん。エアコンついてるとこある。エアコンついてるとこ多そうじゃない？グランピングだったら。だって普通のさ、なんかホテルまで行かない、なんていうの、なんかベッドがあってみたいな感じでしょ。だから普通のホテルっぽい感じだからちょっと違うけど。なんかあるとこさ、劇場の楽屋エアコンあるよ。楽屋エアコンないとやばいね。暑すぎて考えられないわ。あるある、めっちゃ涼しくしてる。
合水産小学校の時の何宿泊家具集何なんかあるじゃんそういうの。それでなんかカレー作った時に あったけど自分がどれしたか覚えてない。小学生の時、小学校5年生でやる。何したかな、なんか一人ずつさこう係分けてさ分担してあるんだけど、まあ、何したか覚えてないんだ。じゃあカレー作ったのは覚えてるけど、どの役割やったか、ご飯炊く人だったかとか覚えてないよ。ないからね、やったこと。でも普通のキャンプはいいかな、なんかテント張ってみたいなやつは。うん、なんかグランピング。グランピング。料理はやろうと思えばできるよ。やろうと思えば。そんな毎日作ります、料理得意ですってほどでもないけど、やろうと思えばできる。レシピ見ないと作れない。レシピ見れば、フルチナ、あ、エペ上がってない。てかやってないんだよね、今日も。ちょっとだけこの後やろうかな。ちょっとしかできないけど。和食と洋食どっちがいい？え、作るの？そんな、どっちだろう、どっちも食べるけど、オリアフどこや、オリアフオリアフちょっとやったんだけど今日ね帰ってきて、ちょっとやるかと思ったけど眠すぎてすぐやめた。どこまで行ったかな。でも最高、自分の中の最高到達点は更新したよ、ほんのちょっとだけど。なんか一番最初のドラム缶ジャンプすると、ドラム缶が出てくるところ、なんて言うんだろう、線路越えて、線路みたいな、なんかドラム缶みたいなジャンプするところ、一番最初にドラム缶が出てくるところまでは行った。伝わる？あれやっぱやってるよ。そうセーブできないんだよね。だからもうちょっと残しちゃった。危ない危ない。
だけ。次ゴールド3なんだよな。あと454。そっからやってない。いつだっけ最後やったの。一昨日、一昨日やったかな私。3日ぐらいやってないか。オンリーアップってどんなゲーム？登るゲームだ。なんかもう障害物みたいなのどんどん登っていって一番上のゴールを目指すやつ。めちゃくちゃ難しい。難しい。アバウト、アバウトって言ってもでもそういうゲームなんだもん。上登ってゴール目指すゲーム。本当に登るだけ。ただ上に行くだけ。何を登る？なんかいろいろあるんだよね、障害物みたいな。なんかそれを登っていく。本当にそれだけ。登っていくだけ。本当になんか障害物みたいなの、それだけ。本当にを楽しむ感じでもないね。ただ登る。なんていうの、景色楽しむ感じのゲームじゃないよねあれ。別に。なんかゴールを目指す。ただ登るゲーム、ほんとそのままのアバウトとかさ、そのめっちゃ簡潔的に聞こえるけど、ほんとにそういうゲーム。ほんとただ登る。ずっとジャンプでもジャンプしたりとかするところもあるし、走って登っていたり、ほんとそういう感じ。FPS ではない、戦わないもん。登る。めっちゃ難しいよあれ。めちゃくちゃむずい。オンリーアップも進めたいけど、やりたいけど、ちょっとオンリーアップはね、あれほんとセーブができないから、時間があるときにさ、いっぱい時間があるときにやった方がいいから、ちょっと今日じゃないわやるの。ちょっとなんか慣れるとかだったらいいかもだけど、そのゲームに操作に慣れるためにやるぐらいやって、ちょっと今度やろう。時間があるときに、めっちゃ時間かかる。そうセーブできないからね、もう一回最初からスタート。釈迦さんでも5時間かけてゴールしてたんでしょ。私何時間かかるんだ。何時間かかるの。あかりんさんと妹の NMB の人だと全然違いますね。濃いめのあかりんさんですね。今は VTuber の方、夢のあかりさん。元の名前が濃いめのあかり。
今は夢の明かりでもこれ夢の明かりだあれ25分やばい、25分で登りきる考えられないんだけど、ずっとダッシュ無理無理。時間あるときに登るやろ。本当、あかりさんめちゃくちゃ面白い。濃いめのあかりさん、オンリーアップの配信でしっかり見て、初めて配信知ってたけど、切り抜きとかでちょっと見たことあったけど、配信あんま見てなかった。そっから切り抜きちょっとだけ見た、いろんなやつ。有名なクリーンさんのハヒフゲホの動画好き。切り抜きって誰がいたかな、アカリンさんと有名なアカリンさんとドラマさん、ドラマ映像さんと日奈のさん YouTube とソルダムさん、あともう一人いたんだよな、ちょっと思い出せないの。お前のそれの切り抜きがめちゃくちゃ面白い。今日も切り抜き見てた、今日はラストの切り抜き見てた、ラスト様のスタンミさんとあかりさんと、カルビ、カルビちゃん、途中までしか見てないけど、ラストの切り抜きめっちゃ面白かった。最近のラスト、スタート最近だね。そうなんかその動画なんかなんだっけな、その入ったチームがあかりさんのあのスタミさんとカルビちゃんのチームがなんか過酷すぎて、入って何分で逃走するあかりんみたいなみたいなタイトルの切り抜き、めっちゃ面白かった。家壊れたとこ、そう家壊れたみたいな誕生日の日にヘリが落ちて家半分壊れるっていうやつ、そこらへんの。その回のさ、その回、その2回目最近あった方、最近の方、一番最近の方のラストが あんま見てないんだよね、配信。ストサバ、そう、1個前のやつは見てたけど、だから切り抜きで今日見て、めっちゃ面白かった。夢の中にさ、めっちゃ面白い結構切り抜きみたい、いろいろ。
マザーさんとあかりんさんのモニモニモーニングモーニングみたいな、あ、二人でやってるやつの切り抜き、あの焼肉のアルバイトのお話の切り抜き、あかりんさんのめっちゃ面白いあれザ・ミュージックで明日から2週間くらいの TVer 見逃し配信があるそうで、明日から2週間見れるそうなんで、ぜひ皆さん見てください。実際にヘリが墜落したのかと思ってたんじゃないか。どういうこと？現実じゃない、ゲームで、ゲームでヘリが墜落して家が半分壊れるってラストっていうゲーム。週8くらいで焼肉のバイトして、え、そうなの？その話は知らないわ。週 8？ 週 8？ え、どういうこと限界突破してるじゃんそう、なんかミスが多すぎてずっと研修バッジつけてたって言って面白かったあかりんさんみんな最初研修バッジつけて、こうお仕事覚えたら取っていくけど、ずっとつけてたんでっていう話をしてた。面白かったな。やったら見てたけど、ピコちゃん見つからなかった？2回ぐらい映ってたよ、最初の方とサビ、頭サビとサビ映ってる2回ぐらい。左の方にいますね。ぜひ、なんだっけ、 TVer で見れるらしいんで、ぜひ見てください。明日から、あ、2週間見れるし、人を探したら前にいた。あ、なんか壇上みたいなってこと。そう、前壇上の方じゃない。録画しようと思ってたんだけどさ、バタバタすぎて出た時が忘れてたいやでも家出る直前までは覚えてて、録画しようって覚えてて、そうだけど録画しようと、でその時歯磨いてて、じゃこれ終わったら録画しようと思って、なんかいろいろしてたら忘れてた忘れちゃうんだよな、なんか準備してたら。ね、また出れるといいね。音楽番組、歌番組に出たい。またTVerで見よう
ちゃん音楽番組多い気がする。確かに確かにこの時期多い気がする。で冬も多い気がする年末とからへんね。ティーバー画面録画ってできるの？なんかそういうやつって。できないミスった。ティーバー画面録画制限ある。できないってことだよね。真っ暗になったりとかするよね。スクショとかしても。カラコン入れてない。普通のコンタクト入れてます。透明のやつ。目悪いんで普通のコンタクト。あとでペアロー、これ終わったら、配信終わったら残り38日。長いね、今シーズン。緑っぽい目？嘘、それ緑だったらちょっとやばいぞ、コンタクトが絶対嘘だ。色ないよ。透明のコンタクト入れてる。緑っぽい。わかんないわ。ちゅんちゃん。ホラゲ、ホラゲやりたいのよ。面白いじゃん配信のホラゲって。見る方。やる方はちょっとわかんない。やったことがないからさ。わかんないけど。怖そうだけど。いや怖いの苦手だけど。ホラゲのなんかやってる人見るの好きだから面白いじゃん。やりたいけどな。あ、でもできるか分かんないけど。どういうのかによるか。オニアップ、オニアップもね配信したかったんだけどちょっとねダメだったんで、ね、配信規約がないらしいんだよねオニアップ。だからちょっとダメだったんだよ。著作権がどうこうっていうのよりかは配信規約がみたいな。いるし、わかんないけど。ね、お姉さんに交渉して、お姉さんに交渉してそんな感じだよ。配信機会がないとね、配信できない。仕方ないよ。よろしい。なんでちょっと編集できないけどオンリアップはしたいから買ったセールしてたし買っちゃった。
できるかなクリア。でも1日時間ある時とかしないとできないなこれ。あのゴール目指すんだったら練習とかだったらいいかもだけど、そもそも基本難しい。なったりこうだけど、なんかゴール目指してやり込むんだったら、めっちゃ時間ある時じゃないと。そんなに割り30%ぐらいじゃなかったかな。ちょっと覚えてないけど。違ったかな音量。どこだっけ。30%オフ今セールで。登るゲームやってみたら分かる。本当に登るだけ本当に登るだけ。そう1000円ちょいぐらい、1043円、ちょっと安くなってる。1500円ぐらいのやつが1043円。ラストもちょっと安くなってない。でもラスト買ったとこで やらないかもだよね。だからやめとこうかな。一人でやるゲームじゃなさそうだしね、ラストって。こう誰か仲間を作ってこう家建てたりとか、どんどん進めていくゲームだと思うから、一人だったらやめた方がいい。良さそう。グランツさん、後ろタワーありがとうございます。ありがとう。おいしいろ。登るだけなのに家建てられる。登るだけのゲームとはこれ別だよ。ラストは登るゲームはオンリーアップですね。ラストは別です。後ろタワー、後ろタワー、ちょっと後ろタワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ツイッターまだな。ツイッターなんかなってるんでしょ。全然わかんない。バグ？何がな、どうなってるの。ちょっと不具合？なんかあれ？更新しても更新できないみたいなやつ。不具合起きてんの。だってか他のゲームか。他のゲームさ、でも何がそんなに今欲しいの。何ホグワーツレガシー、なんかめっちゃやってる人いた一時期。
それがし。ハリポタ。え、面白いの？安くなってる。20%オフ。1000円ぐらい。1700円ぐらい安くなってる。面白い。ストーリーちょっと気になるんだよね。今めっちゃ流行ってるじゃん。ストリートファイター6。でもね、これはね、別にセールなってないから、別に今じゃなくてもいい。めっちゃ流行ってるから格ゲーやったことないけどちょっと気になる。やったことないんだよな格ゲー。こっから見た方が早いか。サマーセール、いやちょっと見づらかったちょっと見づらかった。スイートファイター一回もやったことない。格ゲー、何もやったことないわ。うん、スイートファイライト、あ、聞いたことある。あ、この前話してたやつか、これ。鬼ごっこみたいなやつ、怖そう、これ。そう、なんかさ、これリアドニーのキラーとキラーに繋がってやられないように逃げるサバイバーだからさ、逃げないといけないんでしょ。怖そう。ただのホラゲーってわけじゃないからさ、怖そう。これでもこれもね、これ 60% オフだってめっちゃ安くなってる。1980円なのが792円、1000円切ってる。お買い得。いやでも怖そう買いちょっと一旦考え、だってまだこれ期間長いでしょ。セールもうちょいあるでしょ。何今買わなくて ラストじゃない、なんだっけ、オンリーアップは欲しかったから買ったけど。あ、無料配布じゃって決まったんだ。でちょっとこれ違うよね。これさ、デッドバイライトってさ、ちょっとなんかホラゲーだけどさ、なんていう、なんかストーリー進めてくって感じじゃないよね。だってこれ鬼ごっこみたいなやつでしょ。対戦4対1のちょっと沼切ってきていい？ちょっと扉開けたいからちょっと待ってて、一旦止めます。お茶、冷蔵庫で冷やしてたお茶持ってきた。冷蔵庫すぐそこなんだけどさ、ちょっと他にトマト食べてた。え、トマト最近好きなんだよね。ミニトマト、大きいやつじゃなくてミニトマト、美味しい。トマト添えちゃった。じゃあパックの、なんかめっちゃなるほど。なんで？いや。なんかなんか行けそうな場所。ここで行く。
トマトジュースじゃない、私トマトジュース飲んだことない。ちょっと、面白そうだけどちょっと怖そうだから、ね、いいよこれは怖そう。これセルネス2台これもなんか見たことあるな。7区間ごとに襲ってくるやつですよ、ゾンビが。違ったっけ、見たこと。なんかないかな。でもね、今ねこれお金457円しか入ってないオンリーアップ買ったから今買えないけど、今度だけど探すだけ。先日めっちゃ安くなってたよ、70何パーオフとか76%。 安くなって595円になってる。安い。何が今流行ってるのってあれなのな、オンリーアップとストリートファイター。いつなんだろう、何がいいか分かんないよ。もうただ、いやただではないよただではないよでもデス2台むしろのかな、これめっちゃランキング10位にはいるけど、どうなんだろう、あんま分かんない。ちょっとだけ配信見たことあるんだよね、配信でこれやってる人、セブンデス2台27のいるっけ。これちょっとだけ見たことある。うん、でも難しそう、このセブンデスとかね何だろうな。そう、何日ごとにゾンビ襲ってくるやつ、ゾンビがいっぱい来るやつ。今安くなって、これいつまでセール？最近最もプレイされたよ、見てよ。コントロールスタイル、あ、これあれか。トロロちゃんとかがやってたやつかな、これ。この。違うか。え、わかんないわ。明日14日？まだあるね。じゃあ2週間あるか。じゃあまあそんなすぐ買わなくても。コントローラーストライク。これ多分あれだよね。トロロちゃんとかケンキさんがやってたやつな気がする。違ったっけ？コントローラーストライク、グローバル、なんていうの、オフェン、いや、もう分からん。
ASGO。 あーそうそうそう、それ。いやこれ違うかな、トロルちゃんやってなかったかな、こういうやつ。違う、これじゃないのかな、わかんないけど。ちょっと見とったら、これとか、あ、なんだっけ、トロルちゃん、タロコフとか、こういう感じのゲーム、イメージ、トロルちゃんがやってるの。なんだこれ、なんだ、なんていうのかわかんない。無料ゲームか、違う、無料ゲームか。動画のゲスも当てる、あ、本当だ、はい、トリちゃんの足見たけど、トルコフは難しい、ね、トルコフ難しそうだよね。わかる、トルコフ難しそう。タルコフとか、ああいう感じのゲーム難しいそう。これちゃんと止まってないよ、これ。取ろうと思えば取れるんじゃない？よいしょ。あ、取れないかも、ちょっとわかんない。よトランプゲーム買わないね。トランプゲーム飽きそう、そういうの。すぐ。え、ゲーム買わない、そもそも。全然。ゲームね。最後に買ったのと、スイッチとかのソフトで。パソコンに PC に移行してから全然買ってなかった。無料ゲームしか入れてなくて、初めて買った。有料のやつ、スイッチのとこたらやめちゃったのか。うん、今やってないね、スイッチ。もともとスイッチでエピやってて、スイッチから移行したくて、プレステか PC かに。プレステ全然買えなかったし、 PC の方ができること増えるから PC 買った。で移行した、パソコンに。マスターまだ行ってないですね。そんなまだ、もうまだ先です。まだまだ、まだ今ゴールド、もうゴールドだからまだ先。プレステル PC は高い、まあそうだね。でもその分できること増えるから、うん、いろいろ。配信だってできるしね、 PC だったら。あ、プレステもそういうことはできるけど、なんかあるよね、
シェアみたいな機能がプレステ PC の方がいろいろできるじゃん。だから配信もしたかったからパソコンにした。ストリートファイト本当にね、ストリートファイトめっちゃ売れてるよね。1位ずっと1位。でも先月出たばっかだからとか、あと CR カップとかそういうのもやってたから、それでめっちゃ人気だね。なんかめっちゃやってる人多いからさ、ちょっと気になるけど、やったことないんだけど、こういうゲーム、格ゲー。なぜか今買わなくてもいいかな。多分今買ってもね、他にやりたいゲームがあるから。私さ、いろんなゲームたくさんできない、こう同じ期間にできないんだよな。エペのランクも上げたいし、オンリーアップもしたいし、あとオニアフもしたいから、でこれがこうやってくるとちょっとできない。であとね、これ今セールの対象じゃないから今買わなくてもいいかなと思って、自分がやりたくなった時に買おうかなって感じ。やったことないんだよね、格ゲー。だから今じゃなくてもいいかなと思って。あ、時間ありがとう。セールだったらさ、期間がこれ14日までだからさ、それまでに買いたいけど、ちょっと違う、これで対象じゃないか、これ一旦考えて。10歳からランキングやります。10歳にゃんほぞさん、ありがとうございます。12位、香港の春マットマーク。今日、かおいさん、ありがとうございます。11位、大野高文さん、ありがとうございます。10位、ヒメラットマーク。スーパーバニーマン、プレイ、絶望中さん、ありがとうございます。9位、マルさん、ありがとうございます。8位、ユージャとマーク。今日だけを愛し続けるよさん、ありがとうございます。7位、ごめん先生さん、ありがとうございます。6位、フロマンさん、ありがとうございます。5位、にゃんこさん、ありがとうございます。4位、ラボーナさん、ありがとうございます。3位、シンさん、ありがとうございます。2位、風と海とさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は、明日いつしようかな、配信夜しようかと思ってるけど、今のところ今日と同じぐらいで、でもちょっともしかしたら明日夜できないかも、かもだから、だからその時はいつしようかな、お昼とかにやろうかな、お昼とかにやるかも、お昼
12時とかそこら辺でやるかも。また明日言います。昼とかにやるかもしれない。12時、11時、12時、11時そこら辺そこら辺でやるかも。ちょっとまだ夜できるか分かんない。できないかもしれない。明日も暑い。え、今日めっちゃ暑くなかった？外暑すぎてびっくりした。今日めちゃくちゃ暑かった。今日明日もっと暑いの？これからどんどん暑くなるんでしょ。8月とかもう大丈夫かな耐えれるかな暑さに嫌なんだけど暑いの。嫌だよ。今日なんか外とさこの室内の温度差がすごかった。出た瞬間、外出た瞬間なんかもわってしてる暑さ。今日なんかめっちゃそれすごい感じた。もやってしてる感じ。うわ夏だーって思ったやだなそれ。先日は湿度高かったね。雨降ってたよね。あ、そうそう時間か。じゃあ明日夜できそうだったら夜する。ちょっとまたできなそうだったらお昼12時か11時ぐらいそこら辺でやると。また明日言います。まだわかんないから。そろそろ切れちゃうんで、じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。また明日。バイバイ。おやすみ。またね。おやすみ。